プロフィットの達也とハリーショットです。普段はメジャーデビューもしているバンドマンですが、今回はモノクロに宿る恐怖ということで、白黒だからこそ怖く見えてしまう写真をやっていきたいと思います。なるほど。あのカメラでね、普通撮ると、まあ、最近は鮮明に映るんですけれども、出来たての時カメラがほやほやの時、はい、そもそも白黒だったわけですよ。そうか。でだからっていうのもあるんですけど、なんでこれを写真に収めたのプラス白黒っていうので恐怖倍増してる画像っていうのがたくさん発掘されてるんで、なるほど、今回はそれを見ていきたいと思います。ということで今回参考にするのはですね、海外の掲示板スレッドでオールドスクールクリーピーっていうのがあるんですけど、これネットに出回っている奇妙な写真が続々と上げられるサイトであると。どんなサイトや。そこに集まった猛者たちを今回ね紹介するので見ていきましょう。まず1枚目こちら。これ何か分かります？ピエロですか？ピエロじゃなくて、いや鼻にコップだ。あ、確かに。え、ミルコ鼻コップじゃないの？ミルコクロコップ鼻コップこれあの有名なというか大好きな、うん、マクドナルドが登場した時の一番最初のキャラクター、うん、ドナルドなんですよ。おお、こっからそう、あれになったの、今の店前にあるやつとかベンチでこうやってるやつね。始まりこれ、こっからスパイエアされて、スパイエア、アニスパイエア、もみけんさん来ちゃうじゃん。いや、もみけんはだけじゃん、ケンタが来るということで、これが、はい、まあ、一番最初こんな感じだったと。なるほど。低予算なのが伺えるというかね、うん、だってコップですからね。コップですからね。怖いね、普通にこれだと。そうだね、あんまやだ、まあ、これが今店前に立ってたらって思うとね、ちょっとゾッとするよね、はい。続きまして2枚目こちら。え、どうなってんの？これなんか1929年にめちゃくちゃ暑い熱波ってのが来たらしいんですよ。で、これデパートにあるマネキンが暑すぎて溶けたなって首が。え、マジで？あ、マネキンなんだ。で、これマネキン。人かと思った。だ、もともと立ってたの、こうやって普通に、が熱でどん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 傾いていった。え、これマネキン溶けたら人間も危ないよね、普通に。だからそんだけの熱のね、熱い風が来たということで。ナッパ？ナッパじゃない、熱波だよ。続きまして3枚目こちら。うろ、山？これ集合体の、ん、嫌だよね、集合体恐怖症の人は。いや、これ正解骨なんですけど。なんの？人じゃないの？バッファローの頭蓋骨の山らしいです。ゴロ浮かんでるな、ゴロ浮かんでるな、絶対違う違う違う、動物の方ですよ。これなんと狩りによって絶滅に追いやられた種っていうのがまあいるんですけれども、まあなんでかっていうと、こんだけ取ってたからだよっていうね。なんかに使ってたのかな、食べたり。いや、食べたにしても全部集めれてるわけないじゃないですか。多分こんなん氷山の一角でもこんだけ積もってるってことが、まあどんだけヤバいかを物語ってるってことですね。それは絶滅するわ。そうなの、この時代ヤバすぎたってことですね。続きまして4枚目がこちら。何？これなんと手紙らしいんですけども、統合失調症患者のエミー・ハウクっていう方が自分の夫に向けて書いた手紙なんですよ。手紙を書いていいよって言われて紙とペンを渡されたらこれを書き出したと。で、これ実は英単語というかね、文字が書いてあって、ダーリンお願い来て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 っていう英単語がずっと書き連ねられてるんです。これみたいにぐちゃぐちゃ。大丈夫。書き連ねら、いや、書き連ねられてる。そうそうそう。はいはいはい、来て来て。で、そう、ずっと来てって書いてる。これ2に読み習った方がいいの。なんで？こんな何回も来てってやるんだったら2に読み習った一発で集まれ。CM 来ちゃうから。集まる。集まれ。続きまして5枚目こちら。絵じゃなくて。いや、これ本物ですね。これは実写です、マジで。何でしょう。分かった。何？海底の人。あ。そう、これ世界最古のダイビングスーツだよね。18世紀はまあこれ、まあ、頭の上見ると分かるけど、ホースつながってんじゃん。そっから息を、そっからだから空気を送って、まあ、そのまま歩くってことですね。へえ、やだな、世界最古のダイビングスーツ。いや、こんだってさ、今見て腹部分も亀裂入ってるよ、うん、なんてこいつが何回も失敗してどんどん解除されてる。そうそうそう、死んでると思う、何人も、うん、犠牲者はいると思います。続きましてこちら。これマネキンじゃないよね。これはマジの女性らしいんですが、まあ不気味ということで集められていて、詳細も詳しくは書いてないが、とりあえずタイトルはロングヘアの女性。あ、これ髪なんだ。髪の毛だって。これなんかマフラーとか。あ、これ髪だ。ジゲジゲジゲ。ダンブルドアぐらいあるやん。いや、もっとある、もっとある。なんでまあこんな怖い写真を撮ったのか不明ということですね。笑えよな、うん。続きましてこちら。黒、え、メシア。あ、違う。これ十字架を洗う女性たちということで、まあ、一瞬人に見えたんですが、これこういう、ね、教会とかの十字架っすね。そうだそうだ、ね、そうそうそう、洗い方どうにかならんのかな。確かに、なんかもっと敬えよ、ね、そうそうそう、神なんでしょ、こんな上から。これちょっとなんかゾッとする写真だね。次8枚目こちら。かぶり物か。かぶり物っすね。ちょっと怖いよね。
巨人みたい。あ、ミッキーだ。まあ、ぽいな、中国。解説当初。あ、出たてのミッキー。まだ売れる前のミッキーってこと？インディーズの時の。これ実は1930年代のハロウィンということで、まあ、間もなくねハロウィンやってきますけども、まあ元々一番最初のハロウィンはこんな感じだったと。それぞれがなんか謎の被り物をそのままパコンって被って、まあ、トリックアトリートっていうことをやってたのかな。じゃあなおさらミッキーかもね。あ、まあその可能性あるよね。そうだとして、うんうん、で周りが動物だったりとか、まあね、国によっては珍しいこういう不気味なね被り物もあったんじゃないかということで、はい、続きまして9枚目、こちら。何、右下見て。うわ、見ちゃダメなやつじゃないこれ。大丈夫？これ出せます。なんで？これ理由が、1925年の火災から救出された溶けた蝋人形。また人形ってこと？そうなんですよ。だから蝋人形の館、あ、ロンドンにあったところから、まあ助けられた、まあ、要するに炎で溶けちゃったんですよね。で首がちぎれたりとか、まあ、他の人形もちょっとおかしなことになってるということで。リアルなんだよね。蝋人形って確かにさ、あんま見たことないよね。そうだね、まあ、閣下しか、日本で言うと閣下しか見たことないぐらいですから。すごいんだよね、こんだけリアルっていう。1925年から、どうやって作ってんだろう。本当に人に蝋を垂らして。何ですよ、蝋を垂らして。いやいやいや、そういうことじゃない。そうなのかな、わからん。こんなね、上手に作れると思ってなかったからね。続きまして、10枚目こちら。これ変態仮面じゃん。これそっくりですけど。まあ似てますよね。これがフルフェイスのスイミングマスクということで、1920年代女性の肌を太陽から保護するために設計されたフルフェイス型のスイミングマスクということで、まあ、今でも頭だけ被ると日本にもあると思うんですけども、まあ、その当時、うん、紫外線から顔を守りたいっていう女性のために作られたらしいです。海とかプールで、だからこのまま泳ぐんですよね。口のとこずれてさ、呼吸するときにさ、水ゼリーみたいになるよ。怖いね。いや、これやだよマジで。確かにこれね、まあ、亡くなった理由ちょっと分かるよね、うん、今だと危ない、危ない、スズメだよ、うん、続きましてこちら。めっちゃ怖くない？俺らは多分別のさ動画で見たことあるけど、うん、これその俺らが触れた時って何の画像かってちょっと多分紹介してないと思うんだよ、うん、これ実は1930年代のミッキーマウスクラブっていうのの会合らしいです。あ、じゃあマジのちゃんとした公式イベント。そうそうそう、だからファンクラブのイベントみたいなもんですね。そうは、昔のミッキーなんだ。だからこれみんなつけて参加しようねなのか、まあミッキー愛からこうなったのかわからないけど、まあやっぱね好きがゆえにこうなったんでしょうけど、集まりすぎるとやっぱ何者でも怖いということですよ ね、 ね、狂気すら感じる、ね、白黒だから怖いんだろうね。まあそうそうそう、だからまさに今回の企画にぴったりですよね。次がラストでございます、はい、こちら。すごいねこれ。月か、月だね多分。ワンピースのキャラだね。いや本当そうだよね。これ1910年代フランスのニースって場所でのカーニバルらしいんですが、まあなんか謎にこういったお面というか着ぐるみというかね、被り物をしてカーニバルを行っていたということで、なんか裏があるような気がしちゃうよね、思想が強い感じが。気持ち悪いね。そう。ということで以上がモノクロに宿る恐怖ということで、白黒であるがゆえに怖い写真の数々でした、はい、結構やっぱ怖いっすね。怖いね。普通にクオリティ高かったな。いや、ね、そうだね。そっかそっか、普通よく昔の写真にしてはね。あれ怪しいか。いや、塗ってる可能性あるよ全然。あの、普通に現代のカラーの写真をある程度古いフィルターかけてみたいな。いや、全然いくらでもできる。まあ、今はそうだ、ね、ビューティープラスでできるよ。でもそれさ、あのこの企画やる前に誰か言おうよ。やってしまってからね、エンディングで喋られてもって感じなんですが、まあまあまあ、信じる心がまずは大事ですので、今回あった写真は、はい、まあ、本当にその当時撮られたものであろうということで、はい、はい、納得してください。よろしくお願いします。ということで、僕たちはこのような動画を毎日発信しておりますので、面白いと思った方はチャンネル登録と高評価、そして通知ボタンをお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。
数え切れなくなって、死ねん涙こぼれて